どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日はプラネットコースターやっていきたいと思います。早速、研究の結果等を見ていきたいと思います。まあこの辺は無視かな。新しい乗り物、トライデント、スピードの頂点、店長、そのまんまな気がするけど、なんかさてこれで速度を落として、これ今のところね、これがラプレシュラ作ったのか 4.3。 ネフテスが結構おすすめなんだよな。ネフテスでも似たようなのないのかな。これネフテスじゃないよね。マッドネスだもんね。若干違うのか。敵対者 5.41。 ほうほう、これいくら高いね。結構するね。結構張るねこれ。32,000。そしてこのいびつなの立てる場所がない。何これ、ランチャー水圧式。いやーこれちょっと待って、これ立つとこある。うわーこれ厄介だな。これ立てたい、すごく。この得意のマウスぐるぐるでないかな場所。あ、いやダメだねこれ。これすごい厄介だなこれ。凶悪だわこれ。あでも一番立てたい今のところ。わあ全然立つ見込みないわ。こんなになんかすごいのできたのにスペースがないよ。これってさ、高度上げれないの？これ、乗り物の。アングルじゃなくて、高さ設定ないの？高くしたところであれか、土台が低いから。このマップ地形が変えれないっていう固定があるから同じか。いやどこか立ちそうだと思うんだよね。どこか立つでしょう意外と。えっていうぐらい当たったじゃんっていう感じになってほしいんだよね。いやダメって言われるとすごい立てたい。わあこれ惜しいな。いやこれ乗り物の場所が埋まってるのはまあさすがに無理だよね。いやーお金が足りてないわけじゃない。これ惜しくない？なんで立たないの？ああそこが埋まってる感じ？これダメ？なんで？あーぶつかってる。立てたいな。無理って言われても絶対立てたいんだけど。これあーえぐい。無理。今一瞬怪しかったけどな。発想の転換でこう回す。
これいける？いや、赤いよね。来たわ。でもここ立てるとこれ1個しか立たないけど、多分。いや、でも二度とないチャンスじゃない、これ。いや、ここしかないわ。ちょっと他にもあるかもしれないけど、いいの？この巨大なものを一番作りたい。合わせるの難しい。奇跡のパズルみたいになってる。あれ？いやー、今押すべきだったな。お金あるから、押そう、次あったら。ここだね。もう知らない。押そう。超えた。終わっちゃった。作ってハードの目標まで終わっちゃいました。まあね、ちょっとだけ続けていこうかな。研究もさせてほしいな。すごいなこれ。これ動かない、動かさないで見るとかないでしょ。入り口ね。これちょっと待って、入り口とか全く考えてないわ。どうしよう。どうしよう。あー、そこにつなげようか。いやー、でも他にこっちにもう一個作りたいんだよな。こっちにつなげる、無理やり。ちょっと遠いけど。こっちにつなげようか。で、出口を。出口も近い方がいいね。さて、ここからが至難の業だね。長くしていこうか。目標はこの辺だね。うん。なるべく曲げていきたいな。ちょっと待ってよ。これ感じなで、出口をこっち側につけたいから。あれ、これ大丈夫？あれ、これ高さってどうすんの？ここに合わせたいんだけど。これどうするの？何このグリッドって。これ何、どうしたらいいの？3メートル待ち行列スペースに基準グリッドする。これどうなんの？いやいやいや、浮き橋になってもダメでしょ。どうしたらいいのこれ。ちょっと待って。どうやってこれ歩道削除するの？こういうこと？これどうしたらいいの？そこで困る？ここに来てそういう問題？はいはい、まあテストするんだけど。歩道の高さってどうするの？
地形は向こうなんだよね。支柱。これどうしたら、どこもどうやって引っ張っていけばいいの、そこまで。こっから引っ張っていけばいける？いや、そっちに行けても困るんだよ。なんで？そっち行けるんだったらさ、こっちも行けないとおかしくない？何その道。まあいいや、とりあえずこれでも。え、どういうこと？いや違う、そうじゃないんだよ。いや、そういうことじゃない。おお、あ、消えちゃった道。え、どういうこと？あ、分かったかもしれない。あ、分かった、多分。分かったかもしれない。はい、それではちょっと分かったかもしれないので、次回ね、ちょっとね、やっていきたいと思います。多分ですが、はい。どうしよう、できなかったら次進んじゃうかも。はい、それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオス、アミゴス。またね。